アライグマによる農業被害が急増しています。皮が剥ぎ取られ、実がかじられたスイートコーン、大きな穴が開き中身がくり抜かれたかぼちゃ、これらの農作物を食い荒らしたのは、こちらですね。罠にかかったのは特定外来生物に指定されているアライグマ。もともと日本にはいなかったアライグマがここ数年で急増し、今大きな問題となっています。なぜアライグマは増え続けるのか、捕獲が追いつかない現状をもう一掘りします。もう一掘り。アライグマがこちらから入ってきます。餌がここに置いてありまして、で餌を食べに来て、この板を踏むとこのように閉まる仕組みになっております。長沼町の農家江崎さんは、スイートコーンの農業被害が目立ち始めた6年前からアライグマの捕獲に乗り出しました。最初は1つだった罠も現在は6つに増やしています。ここ3年ぐらい特に意識的に仕掛けるようになったんですけども、一昨年で年間15頭で、去年も15頭なんですけど、今年今日時点で18頭捕まってるんですよね。でそういう意味では全然減ってない、これだけ捕獲してるのに減ってないっていうのが実感です。全道のアライグマの捕獲数は年々増加し、おととしには 26,425 頭と過去最高を記録。生息地域も1995年にはわずか24市町村だったのが、この30年でほぼ全道に広がっています。年間億単位のアライグマによる農産物被害額あると思うんですけども、毎年倍倍倍ってなっていくとしたら本当に恐怖ですよね。農村地帯でしたらいくらでも食べるものもあるので、そういう指数関数的な増え方をしていくのではないかと思うと本当にもう恐ろしいですね。その繁殖力から根絶するのは難しいとされるアライグマ。北海道大学の上野准教授は、増え続けるアライグマを捕獲するには適している時期があると話します。データに基づくと、その3月から6月っていうのが、その罠をかけた努力に対してかなり数多く取れるという時期になっているということがもう示されています。おそらくその背景としては、雪解けをし始めた時期だということで、山野にそれほど食べ物がないということと、農作物も何も実ってないということで、罠内の餌がより魅力的に感じるんではないのかなと思います。アライグマの農業被害を防ぐには、農家だけではなく自治体や住民を巻き込んだ駆除の取り組みが必要だと上野准教授は指摘します。やはりアライグマのそのがいることによる、その自分たちの身近な問題ごとの一番大きいのは、道民にとってはやはり農業被害だと思います。地域の中でそれぞれの隣接する市町村が一体感を持ってやっていくっていうのが何より大事なのかなと思います。個体数を減らすことが難しいとされるアライグマですが、駆除に一定の成果を見せている町もあります。空知の新十津川町では、農業被害が増えていたことを踏まえて、道の研究機関にアライグマ駆除対策について相談。それまで20基程度だった箱罠の数を150基ほどに増やし、被害の出ている農家に貸し出ししたほか、さまざまな対策を強化しました。捕獲報奨金といって、アライグマ1頭あたりに対して捕獲した方にお金を支払うような制度を導入したり、アライグマの箱罠を設置した際に生息数を測るために、今回この日記のようなものをつけていただいたという経緯があります。今後どれくらいの頭数を年間捕獲していけばアライグマが根絶に向かっていくか、その指標を測るためにアライグマの生息数を測った次第です。3年間の対策強化の結果、
特定の区域内に存在する生物の個体数を示す生息密度が超高密度を示す 5.3 から低密度である 0.6 まで下がりました。罠の数を増やしたりとか、その報奨金の設定とか、何か研究機関がすごい技術をテコ入れしたわけでもないんですけれども、ひたすら地道に地元のその捕獲体制っていうのをまあ強化していったと。3年間の成果というのが、まあ、アライグマの生息密度の低下であったり被害の軽減につながったということが証明されて、非常に素晴らしい取り組みされたなというふうに感じています。餌が少ない3、4、5、6、ここに罠を仕掛けると引っかかりやすいと、はい、で今北大の、ね、上野先生のインタビューありましたけども、何かこう奇抜な特策があったわけじゃなくて、もう地道に捕獲体制を強化していったということが、まあ、農業被害の減少につながったということです。2019年度から3年間の取り組みの強化で農業被害は確実に減少したんですが、このグラフを見てお分かりいただけるでしょうか。昨年度2023年からなんとまた農業被害額が急増していますよね。下がってまた戻ってしまったんです。2019年水準ぐらいになっちゃったんだよね。そうなんです。鶴岡さん、はい、この戻ってしまった理由なんだか分かりますか。なんでしょう。油断した。お、実は油断したというのは正解なんです。農業被害が低下したので、農家さんたち、まあ、もう大丈夫だろうなというふうに、まあ、安心して判断してしまって箱罠を仕掛けなくなったんですね。するとまた急増してしまったということなんです。ここまで少なくなったからね、大丈夫かなと思ったんですけど、うん、ってことですね。でもそんなに一気にいくもんなんですよ。ということはそんだけ繁殖力が強いってことですね。それが分かりますね、このグラフからね。で、北大の上野准教授が指摘していたのは、取り組みの強化で生息密度の低下というのは実現したんですが、うん、難しいのがいかにそれを維持できるかということなんです。減らしても捕獲の手をこうやって緩めてしまえばまた増えるというのがアライグマなので、駆除をどうやって続けていくかということが新たな課題になっているということなんです。相川さん、こういう課題があるということですけど、一匹ずつしかやっぱり捕まえられないものですもんね。そうですよね。そこがすごくこうじれったいというか、うん、ジレンマありますよね。巨大なカゴ、ね、でもそうやって一匹ずつやっぱりこう地道に積み重ねていくことでここまで減ったわけだから、やっぱりそうやっていくしかないんですかね。環境省の試算によるとですね、10頭のアライグマが放置された場合、10年後に500頭だ、50倍なんですね。10年でかける50で、だから20年後には10頭だったのが2万5000になりそう。だから10年ごとに50倍っていう、そういう繁殖力です。すごい。でももうこれは個人でなんか捕獲していくんじゃなくて、やっぱ専門対策なんとかチームみたいなの作った方がいいですね。チームアライグマを ね、国も挙げて自治体も挙げてね、実際今だから北海道からこう各地域に補助金みたいなのは出てるんですけれども、確かに今指摘してくれたと思うんですけど、北大の先生も言ってましたけど、なんか一市町村っていう話じゃなくて、もうちょっと広域で ね、アライグマもきっと市町村のこう境界線を越えてくると思うの で、ね、エリアエリアでね、まあ、これは他の野生動物にも言えるかもしれないんですけれども、それでね、さっき言った通りやれば減るんですから、はい、ある程度こう協力体制で一気にっていうところがもしかしたら大事なのかもしれませんが、被害は全道に広がりつつあるということで、まあ、現状罠を仕掛けて捕獲する対策が効果的ということで、地道に取り組んでいくしかありません。